こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。この動画を見るとあなたも必ずモテるようになりますので、今日の内容も楽しみにしていてください。はい。で、実は女性が好きな男性って、誰にでも簡単にできる、些細なことができる男性なんですね。でも、ちょっとした認識の違いで、非モテになっちゃうっていう残念なね、人もいっぱいいるんですよ。で、今日は女性がどんな男性が好きで、どんな行動をしたらいいのか、で、勘違いしやすいものがありますので、その認識の違いっていうのもお話しさせていただきます。ってことは、で、今日のタイトルは、女性が好きになる意外な男性の特徴5選という話をさせていただきたいと思います。この動画がいいなって思っていただいたら、チャンネル登録と高評価の方もお願いします。概要欄から LINE の友達を募集しています。こちらお友達になっていただいた方には、3つのモテる動画を無料でプレゼントさせていただいているのと、YouTube よりももっと詳しい話をさせていただいているので、よかったらお友達になってください。はい。では、女性が好きになる意外な男性の特徴5選。まず1つ目。さりげない気遣いができるということですね。で、ここで大事なのが、さりげない気遣いなんですよ。で、気を使いすぎてしまう男性って結構多いんですけれども、気を使いすぎちゃうのは NG なんですね。本当にさりげないもので大丈夫です。例えば、女性の飲み物が少なくなってたら、あ、なんか飲みますかっていう風に言ったりとか、荷物を重そうにしてたら、あ、持ちましょうかって言ったりとか、そういう気遣い、さりげないもので全然 OK です。気を使いすぎるっていうのは、これを言ったら嫌な思いするかなとか、これ言ったら嫌われるかなとか、そういう気遣いっていうのはいらないです。ではなくて、女性がより心地よくなる気遣いって何なんだろうかっていうのをちゃんと自分の中で把握して、それを伝えることができるっていうのがすごく大事になってきます。はい。そして2つ目。一途に見えるです。一途かどうかはちょっと置いといて、一途に見える男性を女性は好きになるんですね。やっぱり女性っていうのは一度にね、一人の子供しか身ごもることができないので、選別してるんですね、男性のことを。でも、他のね、せっかくあなたがいい、あなたと付き合いたい、結婚したいって思ったのに、あなたがいろんなところに目を向いている人だったとしたら、女性は不安でしょうがないんですよ。だから、一途かどうかは置いといて、一途に見えれば女性は安心する。そしてあなたがいいなって思いますので、ぜひ、一途かどうかは置いといて、一途に見せるっていうことをさせていただくといいと思います。はい、そして3つ目、合わせてくれるです。で、自分に合わせてくれる男性がいいと思うんですね。っていうのも、女性っていうのはやっぱ波がある生き物なので、基本的に波を相手に合わせていくっていうのは結構辛かったりするんですね。もちろん体の変化とかも毎月あったりするし、あとは合わせてくれることが自分への愛情だと思う女性っていうのはすごく多いです。なので、最初ね、付き合うまででいいので、とりあえずそのね、付き合う時点までは女性に合わせるっていうことをやってください。もちろんね、付き合った後、結婚した後も女性にはね、合わせるって、なるべく合わせるっていうのをやっていただきたいんですけれども、でも、あなたもこう思って、相手もこう思ってどうしたらいいってね、付き合ったらやってもらいたいんだけど、合わせすぎ、要は無理して我慢して合わせるっていうのは良くないですけれども、でも自分が許容できる範囲なのであれば、最初付き合うのでは合わせてあげる。付き合った後はお互いに歩み寄るっていうことをやってください。これを付き合った後もね、いつでもどこでも合わせすぎるってやってしまうと、あなたの価値っていうのが下がってくる可能性がありますので、ちゃんと自分軸も持ち始めて OK です。付き合ったらね。はい。そして4つ目、決断力がある。で、決断力がある男性っていうのはめちゃくちゃ魅力的です。ただ、勝手に決める男性は嫌いなんですね。例えば、料理、お料理のね、メニューがあったとしますよね。ご飯食べに行った時に、そのメニューを勝手に決めちゃう男性とかいるんだけれども、必ず聞いてください。何が食べたいとか、ちゃんと聞く。で、相手が迷ったら決めてあげるっていう決断力ですね。どこ行きたいって聞いて、相手が迷ったら決めてあげる。どうする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 ってやられると、この人全然決断力ないなって思われちゃうんですね。で、女性っていうのは体にね、赤ちゃんを身ごもる可能性がある生き物
ものなので、ちゃんとね自分の思考が働けない時があったりするんですよ。体の波があったり変化があったりするから、そこで男性がバシッと決めてくれるとすごいね強い安心感を得ることができるんですね。なので決断力がある男性っていうものは女性にとってはすごく魅力的に映りますので、ぜひ決断力、相手が迷ってたら決断してあげるっていうことをやってあげるといいと思います。どうするどうするどうするは、ちょっとねないなって思われちゃうので気をつけてください。はい、そして5つ目、これ結構大事です。何が大事かっていうと、ちょっと強引です。で、これ結構あるあるなんですけど、私もねそういう経験も結構ありますけど、まあ、結構でか、まあ何回かあるんですけど、ちょっと強引に押されると、あ、こんなに私のこと好きなんだったら付き合ってもいいかなって思ったり、こんなに押されたら好きになっちゃうとかあるんですね。実際女性っていうのは優しすぎてなかなか自分の気持ちを伝えきれないっていうね男性も多かったりするんですけど、もったいないです。押せばいける時もあるので、本当に欲しい、要は本当に付き合いたい女性だったりしたら、ちょっとね、まあもちろんコミュニケーションちゃんと取ってね、いざという時にちょっと、ね、例えば付き合おうって言って相手がどうしようかなって迷った時にもう一手押してみるとかね、そこで引かないで押すとか、ちょっとの強引さっていうのはあなたの願いを叶える一歩であったりもするので、ちょっとだけね、ちょっとだけよ、ちょっとだけ強引、一歩だけ、でいつもの自分より一歩だけ進むっていうことをやっていただければなと思います。はい、ではおさらいしますね。女性が好きになる意外な男性の特徴5選。まず1つ目、さりげない気遣いができる。2つ目、一途に見える。見えるだけでいいです。そして3つ目、合わせてくれる。4つ目、決断力がある。そして5つ目、これがとっても大事な、ちょっと強引っていうのを意識していただければなと思います。で、きっとね、あなたは女性にモテたいって思ってるから、この動画をね、ご覧になってくださってるんだと思うんですよね。で、なので、今日はもうとっておきの情報をね、めちゃくちゃとっておきの情報をお伝えさせていただきます。なぜなら、多くの男性がもう知らなくてね、女性にやってしまって、振られてしまってるっていう事実を、もう私はね、この目で目の当たりにしてきたからなんですね。なので、今日は安心してください。ちゃんとね、あなたが、モテるように、好きな人とうまくいくようになるように、知らないと絶対振られてしまうヒモテ行動5選というお話をさせていただきたいと思います。では、知らないと絶対振られるヒモテ行動5選。まず1つ目、見た目を気にしないです。で、見た目を気にしないっていうのは顔とかではなくて、その服装だったり髪型だったり、まあ、爪先だったりとか、そういうところを指すんですね。で、服装を気にしないでモテたいって思ってる男性めちゃくちゃ多いんだけど、本当にもったいなくって、当たり前なんですけど、例えば私が YouTube をするときに髪の毛のセットもしない、起きたまんまのボサボサ頭、服装もなんかちょっとなんかデロデロっとしたトレーナーを着てるとかだったら、おそらくね見ない人の方がほとんどだと思うんですよね。顔がどうこうというよりも、やっぱり着ている服装だったりとか髪型っていうので、人っていうのは印象っていうものが全くもって変わってくるんですよ。その見た目というものをちゃんと意識しないで、婚活や恋活の場に行ってもちゃんとして意識している人も来る場所なので、そりゃちゃんと意識している人に女性が目に行くっていうのは当たり前の話なんですね。で、顔じゃないんですよ。本当に気にしてちゃんとモテたいと思って、モテるような服装とか髪型とか自分なりにちゃんと気にしているか、それだけで全然変わってきます。なので、今まで服装も気にしたことがない、髪型も気にしたことがない、指先も気にしたことがない、爪をね伸びちゃってるとか、そういう方は今日からぜひね、自分の見た目という部分を気にして改善していっていただければなと思います。はい、そして2つ目、女性の状況を気にしないです。自分が例えば、じゃああなたが私を好きになってくれたとしますよね。で、好きになった途端に相手の状況っていうのも関係なく告白しようとか思っちゃう人って結構いるんですよね。なんだけど、あなたが好きになるということは他の男性も好きになる可能性が高いくらい素敵な女性だということの相手の背景っていうのが一切考えられなくなっちゃう人が多いです。なので、私のところに来る質
問も結構告白した方がいいですかねって言うんですよ。あんまり喋ったことない人と。で、若い頃ね、中学生とか、まあ、高校生ぐらいまでは、ただ見た目だけで喋ったことがないけど好き、付き合うとかあるかもしれないけれども、ある程度の年齢になってきて、まあ、結婚とか婚活とか考えるような年齢になってきたら、喋ったこともない、ご飯で二人きりで行ったこともないような人とは付き合わないです。そこをちゃんと考えてくださいね。で、彼氏がいるかもしれないっていう相手の状況も考えた上でアプローチしていかないとうまくいくものもいかなくなるんですよ。なのでぜひ相手の状況ってどうなのかなっていうのもちゃんと気にするようにしてください。はい、そして3つ目、女性の好きなものを気にしないです。せっかく2人で話す機会があったとしても、相手の女性が何が好きなのか、どんなことをしたいのかっていう相手の好きなものをそもそも質問もしない人もいるんですよね。相手が好きなことの話をさせてあげるからこそ好きになってもらえるのに、自分のことばっかり話そうとしちゃう人ってめちゃくちゃ多いです。気持ちはわかるんですよ。やっぱりこう自己 PR みたいなのして自分のことを知ってもらえたら自分のことを好きになってくれるんじゃないかって多くの人は思うんですけど、逆です。相手のことをよく聞いてあげる人が好きなんですよ。もう全員ね、この世の中も全員自分のことが大好きなんですね。自分のこと嫌いと思ってても潜在的には好きなんですよ。だって写真、集合写真があったとしますよね。あなたも写ってる、他知らない人ばっかだけど自分が写ってる集合写真で一番最初に探すのって絶対自分のはずなんですよね。まあ、気になる女性がいたらその人も見るかもしれないけど、最初に自分を探すんですよ。ほぼ全員が。なので自分のこと好きだからこそ自分のことが話したいわけです。みんな聞いてほしいわけです。それを聞いてくれる人がモテるようになります。話す人がモテるわけじゃないんですね。なので相手の女性が何が好きなのかっていうのをちゃんと聞いてあげる、気にしてあげるっていうことがめちゃくちゃ大事になってきます。はい、そして4つ目、自慢話ばかりする。これもさっきのね、内容とつながってるんですけれども、男性は自分のこと知ってほしい、ね、自分ってこんなにすごいんだよっていうのを相手に伝えたい、でこんなにすごいね、僕だから好きになってくれるでしょっていうふうに思うんですけど、逆です。自慢話は女性からするとあんまり聞きたい話ではないんですね。で、女性はコミュニケーション能力が高い人が多いので、その話をさせてくれようとするんだけど、あなたが自慢話をすればするほどあなたは女性のことを好きになるかもしれないけど、女性は疲れたなって思うんですね。なので自慢話ではなくて相手の話を聞き出すっていうことをね、ぜひしていただければなって思います。自慢話は基本女性は嫌いだって思ってた方がちょっとね、リスクが低いかなと思います。はい、そして5つ目、告白を LINE でする。で、これ結構多いですね。やっぱりね、男性なんですから、できれば直接、もう全然会えないとかだったら話は別かもしれないですけど、LINE で告白をされた時点で、女性の気持ちって結構萎えたりするんですよね。なので、基本的にはね、できれば会って、ちゃんと思いを伝える。LINE で伝わるものと、対面で会って伝わるものって全然違うと思うんですよね。対面で会って、あなたの本気度だったりとか、あなたの思いが伝われば、もしかしたら OK かもしれないのに、LINE で文字で好きですって4文字書かれたので、女性に伝わる情報、あなたの思いっていうのは、すごく少ないんですよ、情報量が。だからもったいないです。LINE で告白するぐらいだったらしない方がいいかもしれない。ちゃんと会って伝える。そうするといろんな情報を相手に伝えることができて、うまくいくケースも増えてきますので、ぜひ告白は会ってするっていうのを心がけていただければなと思います。はい。ではおさらいしますね。知らないと絶対振られるキモテ行動5選。まず1つ目、見た目を気にしない。2つ目、女性の状況を気にしない。3つ目、女性の好きなものを気にしない。4つ目、自慢話ばかりする。5つ目、告白を LINE でする。これ絶対 NG なのでね、しっかり頭に入れて
ていただければなと思います。では概要欄から LINE の友達とメッセンジャーのお友達、そして無料のオンラインサロンクラブハウスの友達を募集しています。たまにやるゲリラライブのご案内だったりとか、あと YouTube では話さないようなもっと詳しい話をさせていただいてますので、よかったらお友達になってください。はい、では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。